はい、佐賀記念ということでね、佐賀の QS G3 競争、ダート2000メートル戦、まあ、JPN3、ここがですね、まあ、JRA のオープンで長く活躍して重賞も勝っていて、まあ、その後、佐賀でさらにね、長く活躍していたグレートパール号の引退レースになるそうです。まあ、長い間ね、お疲れ様でしたということでね、まあ、今回まで力の出し切る仕上げはできたよとは言ってるんだけれども、まあ、10歳か。まあ、印打ってんだったらね、そっちで取り上げるよね。まあ、取り上げないってことは、まあ、まずはお疲れ様でした。まあ、そして馬券的にはごめんなさい、無印ですという感じになってしまうんですが、まあ、それでも言わずにはいられなかった、お疲れ様でした、みたいな感じでね、今回はこれでいきたいと思います。まずは軸はですね、6番のラッキードリーム、園田の馬ですね。まあ、前走もね、東京大賞典、1.5秒差7着、健闘だと思います。まあ、もともとね、その前、まあ、JRA だったり、大井で走ってたりした、南関東で走っていた馬なんですが、園田にね、転出して、まあ、そしてですね、まあ、金牌で2着の神器を1秒ちぎった。まあ、これまで園田に君臨していた神器を破って、まあ、その後こうやってね、交流重賞連戦と来てる馬ですから、まあ、園田からね、まあ、交流重賞かつ南関東の馬に勝ったり、交流重賞 JRA の馬に勝ったりというのがね、期待できる状況。まあ、各地のね、地方競馬が賞金上がってきて、強い馬が集まるようになってね、まあ、例えば園田から、園田ではなく、他地区で交流重賞を勝てるような状況がね、揃ってきたということで、軸でいきたいと思います。まあ、そして1番、ジャズブルース。まあ、前走ね、昇級戦 JRA のオープン6着。まあ、ではありますが、クラス慣れ、まあ、前進はしてくるでしょう。まあ、期待はしておきたいと思います。そしてバーデンバイガー、前走ね、チャンピオンズカップ14着、まあ、G1 での差ということで考えると、まあ、紐までの評価になってしまいますね。ただ3走前、交流重賞を勝ってますし、まあ、この馬のね、お姉さんがね、ブリーダーズカップを勝ってるんでね、まあ、世界的なダートの良血ということで、まあ、マルシュ・ロレーヌの下ですね、弟ですね、期待をしておきたいと思います。そして4番のディパッセ。まあ、昇級3戦目ということでね、これもクラス内が期待できると思います。まあ、強い4歳世代とはいえ、やっぱね、準オープン勝ってきてね、即通用するかっていうと、多少の雑巾がけは必要だったりしてね、まあ、昇級3戦目、ここが狙い頃かなということで、印は回しておきたいと思います。そして8番、カフジオクタブ、想定2番人気。まあ、強い4歳世代、このまま確かレパードステークス勝ってんだったっけな。まあ、強い4歳世代の中でも、まあ、だから重賞勝ち馬、強い馬ってことになるわけですね。まあ、前走のね、JBC クラシック、G1、1.6秒差7着。まあ、ラッキードリームが東京大賞典の方ですけどね、1.5秒差。これがグレード1。で、1.5秒差。まあ、7着。で、カフジオクタゴンの方は、JBC クラシック、JPN1。まあ、一応 G1 ですけどね。で、1.6秒差の7着ってことでね、若干差し引きラッキードリームの方を上に見てですね、今回はこんな感じでいきたいと思います。まあね、そんなわけでね、またこういった形でね、やっていきます。プレガムスポーツの方では、まあ、こういった地方重賞から JRA のオープンから、まあ、そして、ね、今週はね、クイーンカップもプレガあの JRA 重賞ですけども、こちらのチャンネルでになります。プレガム TV の方では、共同通信杯京都記念、まあ、そして新企画発動という形でね、それぞれいろいろやっていきますので、まあ、チャンネル登録の方ね、ぜひよろしくお願いいたします。いいねボタンの方ね、ぜひよろしくお願いいたします。以上、ハッチでした。